昨日、和倉温泉の総湯を訪れたのは、PR 隊として七尾市の魅力を発信する能登鹿島中学校の生徒たちです。七尾の魅力を全国に向けて発信することで、生徒たち自身に自分たちが暮らす町の復興について考えてもらおうという取り組みです。昨日は和倉温泉のマスコットキャラクター、わくたまくんを被写体に、自分たちで動画の構成を考え、意見を出し合いました。地震があって大変だったけど、それでも復興している建物があるということは知ってもらい、それでまた昔のように、わくらが活気ある町になることを望んで PR 動画を作りました。わくらのことをもっと知って、全国から人が来てほしい。今後、能登島や石崎町など他の地域の PR 動画も作成し、今年9月頃には全国に向けて公開する予定です。ぜひ和倉に来てねー。